ホタテをね、ちょっといただいております。私ちょっと4分で始まります。あと4分。はい。はい、こんにちは。ロイヤーベースチャンネル、ケンです。本日は、先日マイクロさんと一緒にリリースしました TS2TV。TS2TV が12月4日にマイクロさんと一緒にコットンクラブでですね、ライブのスポンサードをさせていただくことになっております。それで今日ですね、コットンクラブでのライブのリハーサルがあるということで、こちら大久保のオンエアさんにお邪魔しております。イエイイエイ。じゃあ早速リハーサルの方行ってみたいと思います。あ、じゃあ今からリハーサル中ということなんで、ちょっとお邪魔してみたいと思います。だから8時になんて帰れない、それなら Get out of the city Let's drive to the beach。surf ボードを掲げて Let's get wet。 海上がりの爽やかなフィーリング、心も体も傷もヒーリング。 I don't really wanna go back home、 またすぐ二人ここに We'll be right back。 お惑わされない中ゴンシーはこのスコボーリー、ノリなよ処理 And my homies、 これがデフテックマイクロスライフスタイリング TS2B better。 Catch me in the Supported by TS2TV from Luya Cotton Club Living Room。 Yeah! Yeah! Woo! ようこそ。ありがとうございます。ちょっとあの初めて生演奏を聞いたんで、お感動気味です。本当に生バンドの、バンドザ・ストリート・トゥ・ザ・ビーチでございます。皆さん本当お邪魔しちゃってすいません、リハーサル中にありがとうございます。いや、ちょっと初めての演奏聞いてテンション上がりました。本当ライブが楽しみですね。昨日あのこのリハの音源を聞いてですね、めちゃくちゃ良くて、でもまさにあのベルワのソファーで、マスタードカラーの我が家のそこにコロンって行きながらずっと聞いてて、気づいたら3時半ぐらいになってましたね、朝。歌詞通りのちょっと、いや本当ですね、うん、しかもちゃんとこうリハーサル中も使っていただいてるっていう、うんうん、素晴らしい。腰全然調子いい感じですか。はい、僕はこれ本当今回長いですからね、リハーサル8時間9時間あるんで、うん、超助かってます。僕この椅子予約注文殺到してますね。はい、急いでください、急いでください。リビングルーム楽しみにしております。ありがとうございます。もうオールスターですから、何も練りもなくて、本当に楽しみです。いよいよです。はい、リハーサルお邪魔してきました。ちょっとやっぱり生バンドってすごいですね、うん、なんか本当にすごかったよね、うんうん、ちょっと感動しましたね。鳥肌立ちました。鳥肌立ったね、うん、すごいね、うん、12月4日のコットンクラブ、さらに楽しみになりました、ね、楽しみですね。完成しきったあのバンドたちが生で来てるなんて、ね、楽しみ。楽しみですね。12月4日につながっていくということで、はい、次は、はい、あのコットンクラブ会場からお届け頑張っていきましょう。はい、イエイイエイイエイもういいよ。切ってよ。こんにちは。あ。ちょっと今日はしれっと東京は丸の内におります、はい、ロイヤーベースチャンネルケンでございます、はい。今日はですね、なぜこんだけ私しっとりしてるかと言いますと、なんと知る人ぞ知る、もうライブレストランの中では本当に指折りの名店と言われている丸の内コットンクラブに来ております。
まあ、理由は大体お分かりかなと思いますけども、はい、まあ、今回あのデフテックマイクロ君とうちの親チームでですね、はい、一緒に作った TS2TV これのキャンペーンを今貼らせていただいている状況下の中でこのコットンクラブでマイクロ君のソロライブが行われるわけなんですけど、はい、このリビングルームライブツアーライブツアーじゃないですね、はい、これの我々サポートをですね今回させていただくということで、はい、私ケンもですねこのコットンクラブさんにお邪魔をさせていただいております、はい、ワクワク今日この中でいろんな催しを私たち牢屋もやってますしあとは皆さんのお待ちかねマイクロさんのパフォーマンスこの辺も余すことなく撮らせていただいてお伝えできればと思ってます、はい、楽しみにしてください。じゃあ早速中に行ってみましょう。結構もうね佇まいからやっぱ高級感あるよね、うん、かなりこれあれですよね限られた人しかライブできないみたいな場所タレントさん側からとかアーティストさん側からここでライブやらせてくれって言ってもダメで、うん、コットンクラブさん側からオファーを受けないとライブできないって、はい、本当に由緒正しいライブハウスなんですよ。マイコさんやっぱすごいですね。すごいですもうスターです、うん、ドアも重厚感のあるこの感じでコットンクラブとか書いてあってですね。じゃあホワイエスペースに移動したいと思います。実は今回は TS2TV のですねリビングルームライブにご来場いただいたお客様に対して我々ロヤの方ですねこの TS2TV 商品の空間を体感していただけるブースを用意してます。楽しみ。でちょっとそれを今見に行こうかなと思って。はーい、はい、じゃんじゃーん。1ブース2ブース3ブース並んでます。こちらローソファーとチェストテーブルのセットの空間はだいぶいいよね。はい、だいぶいいですよ。あのこのアンティーク調の雰囲気にも合うしめちゃくちゃ良い。めちゃめちゃいいよね。めちゃくちゃ良い。の世界観の中にハマってもいいけどアンティーク調の雰囲気でも結構こういうこうウッド調の雰囲気の中でもねだいぶいい感じなんじゃないかなって、はい、自画自賛パターン。あのちょっとサイドテーブルにポテチを置いたんで突っ込んでもらっていいですか。カウチポテトで見るでしょ。しかもこれ僕とクロスさんが大好き大好きなやつ例のやつです、ね、ここがカウチポテトシーンでございます。そうですね。ちょっと今回 TJ も実は来てますんであ TJ あしかもちょっとこのメンチなんてどういうコンセプトで作ったの。でも男性っぽい色合いで統一したんで今回は、ね、雰囲気はねコットンクラブさんのね雰囲気そうそうです、うん、必殺お姉さんと必殺エムチェラもうねどんなシーンにも合うんでこれほら背筋伸びちゃう。めちゃめちゃいいです。足が開かない。足が開かない。完璧ですね。全然これはあの事前打ち合わせしてないですから、ね。してなくてこのあれ反応なの。どんな空間でもハマるよね。これはハマります。どこでも素晴らしいと思います。じゃあ最後のシーン。ここが。まあリビングルームですよね。もうリビングルームライブには欠かせないリビングルームを実際にコットンクラブさんの中にも用意させていただきましたと。しかもですよ、ええ、マイクロ三家と全く同じリビングです。おっしゃる通りあれこれ海なんじゃないかなっていうふうに思えるぐらいでね、はい、インスタライブでもこ、はい、の上で彼サービスしたと思いますけど、はいはいはい、あの全く同じし彼の家とやっぱり読みも違って、うんさっきも言ったけどね、はい、このブラウンのこう重みのあるアンティーク調の色とイエロー、ブルーもすごくこう映えて合うんですごくいいんじゃないかなと思います。最高最高です。いろいろとこう商品全般に関してはリコーラーに書いておきますのでぜひ皆さんチェックしてほしいんですけどもここからお待ちかねのライブスタートしますので、はい、私もライブお邪魔させていただいて食事もありながらマイクロさんの歌声を聞いてちょっと浸っていきたいなというふうに思っておりますので本日私自身も実は静岡で海に入ってから東京の丸の内に移動して今日は何セットされたんですか。今日はですね朝一リアルな海に1時間入ってその後にサーフスタジアムっていうですね静波にあるプールスタジアムがある、はい、そのサーフプールでもう1時間やってでそこから3時間かけて移動して丸の内に来ております。まさにザ・ビーチ・トゥ・ザ・ストリートビーチ・トゥ・ザ・ストリートっていう形なので、yes. まあちょっとライフスタイルも体現しながら楽しく音楽を聴いていきたいなと思います。はい、じゃあ皆さんライブシーンお伝えしたいと思いますので、はい、楽しみにしてください。じゃあ今ライブ会場の中に入ってきました。コットンクラブさんの雰囲気高級感もあるし素晴らしいんですけどもすごいテンション上がりますよね。で今からちょっとこのライブステージぜひ皆さんにお伝えしたいなと思いますので、はい、ちょっとクロさん、はい、4枚はいバーンこちら見えるかな M チェア
しかもその後ろにはシェルフ、はい、うん、ラックがあって、はい、左手にはサイドテーブルもあると。本当にリビングライムそのものよね、はい、まあ、でっきり でしかも仕事上でもプライベートでも本当にデブテックマイクロさん愛用しているっていうことが言っちゃっても大丈夫ですよ。大丈夫です。あのこの M チェアはマイクロさんのご自宅からお持ちいただきました。そうなんだ。、はい、持ってきていただきました。もう彼自身のね、はい、まさにマイクロズ M チェアでね、はい、マイクロズ M チェアを持ってきていただきました。本当に音楽でもプライベートでも全部使いたいんだっていうことで今回一緒に商品作らせていただいて、うん、本当にライブステージまで持ち込んでもらって、はい、リビングルームライブっていうことをきちんとやってもらえるっていうのは我々にとってもとっても嬉しいし、いや本当に、ね、はい、お客さんにもやっぱこの嘘偽りないリアルなね活用シーンをちょっとぜひ見ていただけるととっても嬉しいかなと思っております、はい、あとはもう一観客としてライブ楽しんでいきたいと思いますんで、はい、まあライブ終わりねマイクロさんに突撃していろんなあのお話もしていきたいなと思いますんで、はいはい、皆さん楽しみにしてください。はい、楽しみに、はい、どうですかコットンクラブの。これ逆だった。お肉を食べております。お肉も食べておりますし、私はあのホタテをねちょっといただいております。ホタテを、ホタテ、はいはい、ホタテをコットンクラブ楽しませていただいてます。あと4分で始まります。あと4分、はい、どうですか。本当よかった。あの感動しております。アンコール何歌ってくれるのかな。アンコール出てきてくれるのかな。出てきてくれるかな。じゃあもうちょっとだけお付き合いください。じゃあこの曲いこうじゃん。素晴らしかったですね。ロイヤチームとコットンクラブさんとマイクロ YouTube チーム、あとは今回のバンドスタッフみんなが本当に力を合わせて素晴らしいエンターテインメントが作れたっていうふうに個人的に思っております。やっぱり皆さん家具って素晴らしいですね。でも本当よかったね。本当よかったね、はい、ちょっとこの後マイクロさんとご挨拶させていただくので感想をお伝えしましょう。そうですね、はい、分かりました。はい、いいね、ありがとうございました。よかったよね。生マイクロ、生バンド、生マイクロ、生バンド、すげーよかった、本当によかった。すげーよかった、すげーよかった、すげーよかった。よかった。はい、じゃあマイコちゃん、マイコちゃん、はい、マイコちゃん、マイコちゃん、マイコちゃん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。もう素晴らしかったです。ありがとうございます。なんかあの新しい取り組み、うん、リビングルームライブツアーって本当にツアー化したいぐらい。どうですか。素晴らしく良かった。もうちょっとツアーって言っちゃったけど、ツアー化したいって気持ちが先走っていろいろ相談しましょう、相談しましょう、嬉しいと思ってます。で今日のコトグラで行われたリビングルームライブ、ね、のライブムービーが12月の24日クリスマスイブにローヤベースで公開されます。ロイヤからでもあり、マイクロ君からでもある形で、はい、素敵なクリスマスを皆さんに過ごしていただきたいということなんで、はい、じゃあ最後にジングルベース、ジングルベース、ジングルベース、なるってことで、はい、皆さん本当に本日もありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあまた楽しみにしてください。T S 2 T